おはようございます。出先からアメッドのむつみです。今日は、朝ごはんと昼ごはん兼用なんですけど、アヌラプラからアメッドに行く道中にある大きな看板、このバビグリンの大きな看板がアメッドから来ると右手になるんですけど、ティルタガンガを越えたすぐになります。ここでお食事しようと思います。ここね、以前1回来たことあるんですけど、以前はメニューがあって、そこからいろいろ選べたんですけど、今はバビグリンとバビイガって言って、骨に肉がついたやつ、なんて言うんでしたっけ、ちょっと忘れました。それの2種類しか売ってないそうです。でもね、時々ツーリストとかも来ているお店になります。じゃあこの道をね、はい、細いんですけど車が入ります。ここを入っていって、駐車場が広くて入り口にバビグリンの看板があります。でここを入ると結構中広いんですよ。こんな感じで、ここはお支払いするところで、なんかね、いろいろこう自然の中にテーブルがあるって感じです。今ね、朝10時なんで早くてお客さんは誰もいないんですけど、こんな感じ、広々とした感じ。結構大人数で来ても席は大丈夫で、2階席があって、2階はこんな感じ、ちょっとかなりトラディショナルチックな感じです。でこの突き当たったところにも2階があって、ここもちょっと見てみましょう。2階席はね、結構ノースモーキングで景色がいいんですよね。以前ね、私ここの2階で食べたことあるんですけど、こんな感じで眺めも田んぼビューです。はい、この2階の席はね、おすすめなんですけど、私の息子からしたら持ってくるウェイターさんが階段上がるのが大変だから、下で食べようということで、今日は下で食べます。でもここね、寒気に来ると、今日もそうなんですけど、結構寒いんですよね。こんなに日が照ってて照ってるんですけど、日陰に入るとめちゃくちゃ寒くて、アメッドよりも気温が低いです。長袖が必要ですね。私が頼んだのがバビーガ、そうそう、今思い出した、ポークスペアリブ、息子が頼んだのがバビグリン、ね、結構おしゃれですよね、普通のワルに比べたら。でスープもついてます。はい、じゃあいただきます。一応ね、フォークとかもついてくるんですけど、ここはやっぱり手で食べたいと思います。スープ、豚肉のスープ、美味しい。でこれがプルポ、プルポで、これが内臓の揚げたやつ、これがウラブってやつね、白と赤色で、こっちがポークスペアリブ。じゃあまず野菜から。おいしい。おいしい。すごい。ポークスペアリブ。柔らかい。食べてみ。肉柔らかいよ。すごい、すぐ取れる。うん、甘い。ラペグリーンは美味しい。うん、普通でもちゃんと皮がこんな大きくなってるな。うん、美味しい。そう、ポークスペアリブもおすすめ。うん、一応サンバルもついてきます。うん。これってさ、スープに入れて食べる？うん？な、美味しい？スープに入れて食べてみよう。うん、柔らかくなるかな。うん、うん、おいしい。うん、スープに入れよう。やっぱりさ、ツーリストがバービーグリーン食べたいって言ったらここええんじゃない？なあ、まあ意外にブルーシーだし、綺麗にな盛り付けしてるし。はい、いかがだったでしょうか。ここは、まあ、そこまで辛くなくて、だからツーリストにしてはすごい行きやすい場所だと思います。で、見た目も綺麗だし、レストラン、一応レストランということで、まあ安心していただけるところだと思います。はい、皆さんも来てみてください。あ、犬、ちょっと怖いぞ。